今回は成城石井にありました。蜂蜜コーナーに蜂の巣が置いてあったんですね。これ実際に食べてみて正直な感想をお伝えしようと思いますね。さあ、始めましょうか。これを酢蜜、もしくはコムハニーというそうですね。この商品の食べ方、デザートとして少量を毎日お召し上がりください。ナイフ等で適当な大きさに切り分け、一口ずついただくと食べやすくなります。スプーンですくって食べていいってことですね。いや、もうビジュアルが完全に蜂の巣ですね。初体験なんでちょっと勇気いりますね。ただスプーンがスーッと入っていきます。柔らかいんですね。じゅわーっと蜂蜜が溢れてきます。蜂蜜はボトルや瓶で食べるより、酢ごと食べる方が美味しいんだよ、みたいなのあるんですかね。それではいただいてみます。んー、もう蜂蜜をチューブでチューチュー吸うのと一緒ですね。ただ蜂蜜はいいんですけど、蜂の巣の巣の部分ね、もうずっとガムのように口の中に残りますね。で、味は無味です。これ出した方がいいんですかね？飲み込んでいいんですかね？調べまーす。口の中にガム状の物体が残りますが、これはプロポリスと呼ばれる天然の蜜蝋です。蜜蝋？うん。で、食べていいんですかね？少し飲み込みづらいので、よく噛んでお召し上がりいただくか、飲み込まずに口から出しても大丈夫です。口に残ってしまう蜜蝋の食感は好みが分かれるところだと思いますが、パンやクラッカーに乗せると気にならないとのことです。じゃあとりあえず食べられるということで、もう邪魔で喋れないんで飲み込みますね。これ飲み込むのは確かに一苦労ですね。もうガム飲み込む時をイメージしてもらったらいいです。もうちょっと調べてみましょう。蜂蜜食べると体にいいことは皆さんご存知ですね。まあ、食べ過ぎは良くないんですけど。主に殺菌作用や保温効果があるというのは有名ですね。僕も病気した時はおばあちゃんに蜂蜜舐めさせられましたね。それ詳しく読み上げましょうか。蜂蜜を毎日摂取することで、ウイルスや細菌が喉から侵入するのを防ぎます。そのため蜂蜜を毎日摂取することで免疫細胞も正常に働いてくれるのです。食べ過ぎはもちろん良くないんですけど、毎日ちょっとずつ食べるのはとても体にいいですよということで、それは知ってますよ。だったら瓶やボトルのタイプでいいじゃないかと。じゃあこの蜂の巣ごと食べると、さらにどういう効果があるのか、これ調べてみましょう。プロポリスはフラボノイドなどのポリフェノール、アミノ酸、ビタミン、ミネラルなどを含んでおり、人に対しても免疫力を高めたり、炎症を抑える効果などを期待できると言われています。また認知症の予防や改善、花粉症の症状を緩和、血糖値の改善などに有効。また中性脂肪やコレステロールの上昇を抑える働きが確認されているほか、インスリン抵抗性の予防や改善にも効果が期待できるとされています。そのため結果的に脂肪の蓄積を抑制し、ダイエットに良い効果をもたらすことが期待できると考えられます。なるほど。なんか正直よくわかんなかったんですけど、特保ってことでよろしいですか？ただこのままだと本当に食べにくいですね。マジで上級者向けって感じなんで、まあクラッカーに乗せる、トーストに乗せる、これをおすすめされてますね。僕はこれ毎日食べる習慣は身につかないと思いますね。ただ決してまずいもんでもないですし、皆さんもし店頭で見かけたらチャレンジしてみてはいかがでしょうか。美味しいし体にもいい商品ということで大変勉強になりましたね。素晴らしいです。ただこの商品の欠点を僕なりに挙げるとすれば、蓋開けにくい、あと飲み込みにくい、あと高いです。しかし僕気づいたら結構食べちゃってましたね。これ食べてるうちに食感とかにハマってきたかもしれません。ちょっと高いですけどね。よかったらお試しください。また普段から酢蜜食べてらっしゃる視聴者さんいらっしゃるんですかね。よろしければ普段どうやって食べてらっしゃるかまた教えてください。はい、そしたら残りはまたね、ヨーグルトとかと一緒に食べたいと思います。グラシアス。